産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、小林由里です。アシスタントの木村雅子です。今月の食材はタケノコです。タケノコは水にもあるんですが、今回はワイワイチで採れた採れたての味を楽しんでいただければと思います。生のタケノコの方がとっても香りが豊かですよね。はい。4月の食材は藤沢さんのタケノコを使います。生産者はご覧の方々です。今回はタケノコの炊き込みご飯です。材料4人分はご覧の通りとなります。今回はタケノコと鮭の炊き込みご飯を作ります。炊き込みご飯はよく食べるんですけども、そこに鮭が入るんですか？はい、山の幸と海の幸を組み合わせたことがポイントです。タケノコは上部を斜めに切り取り、縦に深く切り込みを入れます。この下茹では水からですか？はい、はい、まず2リットルの水に切ったタケノコを入れます。ええ、そして1カップ程度の米ぬかと鷹の爪を入れてください。はい、強火で沸騰させ、沸騰したら中火で1時間程度茹で上げます。竹串を刺して奥まで通るようでしたら、うん、もう煮込めてます。もう大丈夫だというところですね。はい、これをこのまま常温で冷ましてください。ここからどうすればいいでしょうか？はい、こちら皮を剥いていきます。はい、切り込み入れたところから、はい、はい、皮を剥がしていきます。簡単に皮がめくれますね。硬、はい、い部分を切り取り、水でよく洗って5ミリ程度の薄切りにします。鮭に料理酒を絡め臭みを取ります。それではタケノコ以外の野菜を切っていきます。はい、人参と椎茸ですね。はい、まず人参は太めの千切りにします。はい、椎茸は細切りにしてください。はい、じゃあこの石突きをカットしてから、はい、はい、油揚げは熱湯をかけて油抜きし薄切りにします。カツオと昆布のだし 600ml に醤油とあとお酒、みりんを入れていきます。はい、はい、そこに野菜を入れていきます。はい、この椎茸からもまた出汁が出そうですよね。はい、タケノコと油揚げも加え5分程度煮込みます。具材が煮込めたので炊飯器に入れていきます。はい、まずお米に先ほどの煮汁を入れます。はい、このお米は溶いた状態ですね。はい、はい、煮汁を3合の目盛りまで入れましたが、足りなかったら水を入れてもいいですか？はい、大丈夫です。はい、先ほどの残った具材を入れていきます。はい、最後に鮭をそのまま乗せてください。あとはこちらを炊飯すれば完成です。はい、炊飯器の炊き込みモードがいいんですかね。はい、はい、それでは炊き上がったので開けてみます。はい、うわー、タケノコの甘い香りが漂いますね。はい、最後に柚子の皮と三つ葉をお好みで乗せてください。これでタケノコと鮭の炊き込みご飯の完成です。タケノコと鮭のハーモニーをお楽しみください。春の香りいっぱいの炊き込みご飯、お試しください。